こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ミンボル始めていきましょう。なんかアカウントもらったみたいなんで、ツイッターでバックアップを取れてたということで、戻ってきたぞーってことで、続きやりましょう。じゃあ何をやれるのか、そこでですね、イベントを見ていこう。ミンゴルコンペ、ミンゴルポイントラリーと改名した。ラリー、それどっからアクセスできるんだったっけ。これはランクマだよな。ランクマを3倍になってますね。参加してみましょう。なんだろう、崖沿いにある。さあ、始めるか。声がついてますね。難しいな。やった。ナイスショット。とりあえずフェアウェアキープ。いいね。なんかボイスがある。さあ始めるか。相手ですね、相手のショット。いいじゃないでしょうか。あ、ナビ機能なんてあるんだ。いや、バンカーに投入するナビじゃない。
残り時間もきっちりあります。アゲインストなんで気をつけないと。焦りが見える？いや、いいですね。結構近いとこまで来るか？いや、ホールインできなかったカラーでした。え？これどうやってナビに起動させるんだ？これか。普通に行けば大丈夫でしょう。ナイスショット。おっと。え、なんでこんな手前なんだ。いいね。はあ。よ、ナイスショット。3-4だが、ナイスだ。残り4メートル、相手も3打目です。スーパースピンってのを使えるのか。なんか画面結構変わったな。さあ、こちら4メートルなので、なんだ俺。うん、ショートしてる。そうでしょ。画面打って分かりにくいですか、ね、全然ダメだ。タボ。ちゃんとオッケーだからね。そんな。まあそれでも負けです。次こそは。そのクラブの習熟度が上がるんだ。ショット打ちますね。いいですね。いいですね。確かに。さあ、始めるか。ナイスですね。おお。やった。ナイスショット。おっと。取ります。
飛ぶのはいいんですけどね、残り距離も少ないし。まあでも199ヤードだったらそんなに変わらないんですよね。ちゃんと風の状況を見ないといけません。ああ、いいな、手前に落とそうっていう考えか。ああ、うまいな。 3.1m。ギリでもニアピンし、どうなってんだこれ。ナビ、ナビ切ろう。残り何メートル？どうだ、どこまで行くか。悪くはない。ただこちら4ダメですからね。ちょっとショートする、はい、入った。パーキープ。よっと、何メートル？5メートルか。パー取るだけ1000ポイントだから、ちょっと負けは非確率ですね。勝てなさそう。あー、すごいバーディー。よし、次こそは。まあ習熟度が上がるんで、なかなか出ませんね。やめとこう。今度学習もできるのか。東京グランドなんたらかんたら、結構クリアしてるんですけどね。まだ鍵が開いてないってことは何かが足りない。いや、でも他
星があるからここしかないんですよね。スーパーバックスピンを使え。しかも勝つ条件が言います。スーパーバックスピンってなんだろう。テクニックはないぞ。ワオン狙い、そのようでは。ちょっと足りないか。バックスピンのできるこれはクラブって何なんでしょうね。それが鍵になりそう。いけるか。右へそれた。99メートル。え、嘘。よし、見えないと負けになります。ついていくが二段グリーンなんだよね。相手がそうね。これはスーパーショット。3メートル。相手は入っちゃう。そうだ、あと距離が足りない。これしっかり入れていきましょう。このぐらいかな。いける。パーですね。パーはキープ。よっと。まあ、相手はパーかな。1500。こちら負けてしまった。パー5か。てしまう。なんとかフェアウェイはキープしたが、右側のフェアシが問題ですね。これはこうようというのか。
これは甘くはない。これがちょっと心配だったんです。曲がりきれないか。あ、カラーか。手前までは来ましたが、またか。抜けることはできたが、3打目。なんとかいいんです。あ、グリーン乗ってるけど相手の方が先ですか。これは、あ、いいですね。順調。15m、 すごいと思うけどな。右にそれすぎだろう。クルパッド入った。はいよ。くそ。ホントマッチやるか。次が問題だな。木の脇を取り抜け合うか。よし、頼むぞ。よし、バンカーへ。バンカーへ入ってしまった。さあ2打目です。木にぶつからないことをお祈りするしかない。ちょっとオーバーだ。これは、ね、低いに決めたい。
オッケー、チップインバーディーです。お、VTR です。やりましょう。デートかな。結構ここに当てればめちゃくちゃ大チャンスでもあり、ピンチでもあるな。これでいきましょう。ちょい安全策。カラーか、カラーっていうかセミラフか。ここの芝に乗せようっていう考え方か。飛ばしますからね。ん、何、ランか。花で見にくい。さあこれを押し出します。これはグリーン、カラーですね。いいよいいよ、近づいてきた。あーでもないか。ナイスオンです。40センチ、惜しかった。おっと、外してしまう。相手はパーで、パーパットですね。これは決まりました。お、バーディートライじゃないか、こちらは。慎重に決めましたね。勝ちました。飛ばし屋に勝った。ボーナスが、あれ、これってレベル10が最高。あ、いいじゃないですか。パッドインパクト3、パワー1。高いチケット、なんだこれ。その匠チケットっていうのが何か試してみましょう。
これか、これで使えるのかな。そうみたい。匠といえばクリーチャーですね。よっ、さあ何か痛いの来る。お、プラチナムボームが来たね。バックスピンを満たすあのクラブって何なんだろう。スキルって何か書いてある。ある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 、これだ。得意とかいろいろあるんですね。バックスピンってボールについてんじゃんの。スーパーバックスピンですかね。バックスピンじゃなくて。私ではなんかあるんだ。